マーク・ルイス・フランシスは、イギリスの陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの金メダリストである。イングランド中部ウェストミッドランズ、ウォルソール出身。ルイス・フランシスは、短距離選手として比較的、若い頃から頭角を表した。2000年シドニーオリンピックには出場せず、ジュニアの時にしか出られないからという理由で代わりに、同年には、 チリのサンティアゴで開催された世界ジュニア選手権に出場し100メートルで10秒12の大会心で金メダルを獲得した。なお、開催時期は五輪が9月、世界ジュニアが10月と詰まっており、地理的にもイギリスから遠い上に季節も反対の国であったことが両方の大会には出場しなかった要因ではないかと思われる。ルイス・フランシスは イギリスのトップスプリンターの同イ員チェンバースが薬物違反で出場停止処分を受けた後、リレーメンバーへと昇格。2004年アテネオリンピックでは100メートルと400メートルリレーの2種目に出場し、100メートルは決勝進出できなかったものの、400メートルリレーではマーロン・デボニッシュ、ラレン・キャンベル、ジェイソン・ガードナーとメンバーを組んだイギリスチームのアンカーを務め、 アメリカとの100分の1秒差の激戦を制し、五輪ではイギリス勢として実に92年ぶりに金メダルを獲得した。ルイス・フランシスは初めてのオリンピックで金メダルを手にしている。しかし、世界選手権では2001年エドモントン大会から4大会連続出場しているものの、金メダルは獲得できていない。 なお、2001年のエドモントンの二次予選では9秒97という、19歳としては、驚異的な記録を達成。同じ1982年生まれのアメリカのジャスティン・アトリニア、ジャマイカのアサファ・パウエルでもこの年齢の時には、このような記録を出したことなく、この世代では、世界一のスプリンターと見られていた。ルイス・フランシスによって、 世界記録がいずれ更新されるものと見られていた。ところが20歳を過ぎるとルイス・フランシスは伸び悩んでいく。スプリンターのピークは20代後半とされているがルイス・フランシスについては10代であったかのようである。ルイス・フランシスは2005年のヨーロッパ室内選手権で大麻に陽性反応が出たため失格となった。英国オリンピック委員会の規則では 薬物違反選手は次回以降のオリンピック出場資格を失うこととされており、ルイス・フランシスのオリンピック出場機会は失ったかと思われた。しかし、2006年に英国陸連は大麻には競技能力を向上させる効果がないという調査結果を受け入れ、英国オリンピック委員会もルイス・フランシスの将来のオリンピック出場機会は死死していないことを表明した。 2007年12月、ルイス・フランシスは受けるべきローピング検査を2度回避していることが判明した。ありがとうございます。